山口先生、自己紹介です。はい、よろしくお願いします。コンディショニングケア学園前の山口です。柔道整復師です。当院では、水玉治療や清潔を使った自律神経の調整、体幹トレーニングなども取り入れています。ああ、いいですね。先生のお得意の年齢層とか、なんかあります？そうですね。ご高齢の方が多いので、安全に治療を行えるように、工夫しております。先生優しそうだから治療も優しいんでしょ？どうなんです？そうですね、痛みをなるべく感じてもらわないようにソフトな治療を心がけています。内科的な治療と、例えば、運動の方ですね。まあ柔道整復師の先生ですから運動の方がお得意なんですかね？どうなんです？そうですね、肩の痛み、腰の痛み、膝の痛みを訴えられる患者さんが多いのはありますけども、水玉治療器を使った場合内臓疾患にもしっかり対応できると思います。わかりました。うちのおばあちゃん行かせます。よろしくお願いします。